この章でソロモンは富を追求し、富を楽しむことの中に満足を探し求めることを締めくくります。伝道者の章6章1から2節。私は火の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。一人の友人がフロリダのホテルにいた時に、ジョン・D・ロックフェラーが座って食事をしていたのを見たことを話してくれました。彼の前にはほんのいくつかのパン切れと何かの健康食とが用意されていました。あちらの方の脇のテーブルではホテルのウェイターたちが美味しそうなステーキを目の前にして座っていたのを見たそうです。ステーキなどいくらでも買える人は自分で食べることができませんでした。ステーキなど買うことのできない人はホテルで働いていたがゆえに食べることができたのです。銀行の口座に大金が入っているよりも食欲旺盛の方が良いというものです。3節。もし人が100人の子供を持ち多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったなら、私は言う、死産の子の方が彼よりはマシだと。金持ちも1日に3食しか食べることはできないし、一度にベッドは1つしかいりません。そして彼は何人もお抱えの医者がいたとしても、貧乏人より大して長生きすることもできません。そしてこの世を去るときには何一つ持っていくことはできないのです。人が死んだときに着せる装束にはポケットは1つもありません。ヨブは金持ちでしたが、自分はこの世に何も持ってこなかったし、死ぬときも同じように何も持たずに出ていくだろうと言いました。この世では幸せをもたらすこともなく、次の世では何の価値もない。富を追求するのに人生を費やすのはむしろ虚しいことです。このような虚しさの中で生涯を過ごす人たちもいるのです。7章でこれから見ていくのはソロモンの最後の実験です。彼はその中に満足や楽しみを自分にもたらしてくれるものがあるかどうか、火の下にあるすべてのことを実験してみました。彼は科学を試してみました。宇宙における自然の法則です。いくらかの貢献はありましたが、科学は彼を満足させることはありませんでした。その後彼は哲学と心理学の学びに入りました。そこには満足はありませんでした。快楽と唯物主義の限界まで行きました。今日とても人気のある人生哲学である宿命論も試してみました。自分のためだけに生きる利己主義も試し、宗教も試しました。どんな宗教も人間に満足を与えることはできません。キリストだけが心に満足をお与えになることができるからです。ソロモンが試したもう一つは富でした。彼は世界中で最も裕福な人物でしたが、富はそれ自体で満足をもたらすことはないということを見出しました。さて、これから彼の最後の実験を見ていきます。道徳です。今日私たちはそのような人を人道主義者、実際的ではなく理想ばかりが先に立つ人のことと呼ぶことでしょう。ほとんどのアメリカ人はこちらの方向に向かっていると私は思います。彼らは人生のハイウェイの真ん中を走っています。彼らは大きな街のネオンサインの下でビジネスをし、落ち着いて人と離れた郊外の排他的な地域に住み、のんきに暮らしています。彼らの子供たちは最高の学校に通っています。彼らは最上の人たちのグループと一緒に動いています。彼らは最高の教会、近所で一番金持ちの教会に行っています。この教会には一番高い鉄塔と一番高い音の鐘と聖書のこと以外は自分が知ることのできることは全て知っている最高の教育を受けた説教者。もし彼が聖書を知っていて聖書を述べ伝えていたなら彼はクビになってしまうでしょうがいるのです。今、ソロモンが試してみようとしているのは、そのような種類の人道主義者の社会です。伝道者の書、7章1節。良い名声は良い交友に勝り、死の日は生まれる日に勝る。ついでながらこれは真実です。この意見には何も間違ったことはありません。良い名声は確かに良い交友と交友に勝るのです。人々が自分のことを彼は素晴らしいお隣さんであって、彼とは一度も言い合いをしたことはない。彼は宗教や政治の話はしないし、どんな悪い状況にも巻き込まれることはないと言ってくれるのは喜ばしいことです。彼はただニコニコして道の真ん中を行き、右や左に向きを変えることはありません。彼はそのコミュニティで認められている尊敬するべき人物です。町の様々な団体に属し、どんな人とでもビジネスをします。いつの日か彼の葬式の時には説教者が彼を天国に押し入れようとして彼についての全ての親切で良いことを語ることでしょう。ソロモンは私たちは良い名声と長い長寿のためにこの地上で努力するべきだと言います。でもそれが心の満足をもたらすのでしょうか。二節、祝宴の家に行くよりは、喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。
この道徳的、人道的な人生のすべては威厳あるやり方で行われます。人々はクラブの会合に行って、環境汚染について話をする人に耳を傾けます。彼らは実際にはそのことについて何もしないのですが、とても威厳のあるやり方で座って話をするのです。次の週は誰かが市民の問題について話します。彼らは座って話を聞きますが、また何がなされるわけでもありません。それから彼らは UI 支部へ仲間の葬式に行き、彼について感じの良いことが言われるのに耳を傾けます。誰一人特に感動することもありません。それほど彼を懐かしがる人も誰一人いないのです。どこででも人生はこのようなものです。そのような生活は人間の必要を満足させることはできません。私にとってはそのような人生はつまらないものだろうと思います。私は一度もそのような生き方をしたことはないし、今もそのように生きてはいないことを嬉しく思います。こんなものは本当の生活ではありません。すべてのことの中で最悪の状況だと思います。率直に言って私はそのような種類の社会に反抗している多くの若者たちを責めることはできません。3節、悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。今日の人々は悲しみを避けるためには何でもします。墓場に至るまで笑っていられるように手はずを整えるのです。現実を花と柔らかい音楽で覆い隠し、説教者は安楽な感じの良いことを話します。家に帰った人たちは皆、なんて素敵なお葬式だったでしょうと言います。そして死の厳しい現実をできるだけ早く忘れてしまうのです。4節、知恵ある者の心は夢中の家に向き、愚かな者の心は楽しみの家に向く。誰かが冗談を言ってみんなでゲラゲラ笑うまでは、彼らは墓場から50メートル以上離れることはありません。私たちは死が存在するところに生きているということです。彼らの友人たちがこの人生からスルッとこぼれていくのを見ても、自分たちもまた死へと進んでいっているということがどういうわけか、この人たちの心には浮かびません。自分たちがどこへ向かっているかを試してみた方が良いということを思いつかないのでしょうか。彼らは救われているでしょうか、それとも失われているのでしょうか。彼らは正しく神様と関わっているのでしょうか。彼らはそんなことを重要だとは考えていません。彼らは共同募金に寄付し、赤十字でボランティアをします。コミュニティによく関わっている市民なのです。でも彼らはキリストを告白し、主のために公に立ち上がろうなどとは夢にも思いません。5から6節、知恵ある者の叱責を聞くのは愚かな者の歌を聞くのに勝る。愚かな者の笑いは鍋の下の茨が弾ける音に似ている。これもまた虚しい。ソロモンが指摘しているのは次のようなことです。両方のグループを試してみてはいかがでしょうか。知恵ある者の叱責に耳を傾け、それから降りていってロックバンドを聴いて、それを楽しんだら良いでしょう。一つの方が他のグループに勝っているかもしれませんが、両方のグループとうまくやる方が楽でしょうというのが、この章の最後までに描かれている姿です。9節、軽々しく心を苛立ててはならない。苛立ちは愚かな者の胸に留まるから。何に対しても腹を立ててはいけません。感じの良い人でいなさい。すべての人と友達でいなさい。ビジネスの助けになるから。楽な道を行き、そっと歩きなさい。極端になってはいけません。進んで妥協しなさい。一つの群衆から人気を得るために彼らとうまくやりなさい。そして次の晩には別のグループの人気を得るためにその人たちとうまくやるのです。というわけです。ご覧のようにこの章の人道主義者は、土曜の夜には地獄のように行き、日曜日にはクリスチャンとして教会に行きます。土曜日の夜にはひどく酔っ払っていたある人が、日曜の朝に私を見て言いました。僕はクリスチャンだということを知っておいてほしいです。僕が何だと言うのです。異教徒だとでも言うのでしょうか。そうです。彼はまさにその異教徒でした。11節、資産を伴う知恵は良い。日を見る人に益となる。箴言の中で私たちは知恵とはキリストのもう一つの名前であることを学びました。キリストは私たちのための知恵となられたのです。この人道主義者にはどれほどキリストが必要であることでしょう。12節、知恵の陰にいるのは金銭の陰にいるようだ。知識の益は知恵がその持ち主を生かすことにある。知恵はその持ち主に命を与える。金銭の陰にいるとありますが、この人は多くのお金は欲しいのですが、キリストは欲しくないのです。知恵はその持ち主に命を与えるのです。命はお金で買うことはできません。医療科学はあなたの寿命を数年伸ばすことができるかもしれません。でもこの地上でも、そして永遠の向こうまで私たちに永遠の命を与えることはできないのです。知恵であられるキリストだけが永遠の命を与えることがおできになります。21節、人の語る言葉にいちいち心を止めてはならない。あなたのしもべがあなたを呪うのを聞かないためだ。誰かあなたのことをよく知っている人があなたは悪い奴だと言っているという報告を聞いても心を乱さないように。もしあなたが道の真ん中を通っていけば、長い間にはコミュニティの人々はあなたに拍手喝采するだろうというわけです。
人道主義者になろうとすることだけで人生に満足を求めるのは人間らしく生きることではありません。野菜のような生き方です。でもこのライフスタイルは現代アメリカの大多数の生き方です。彼らは土曜の夜には低俗な茶番劇を見に行き、日曜日の朝には教会に行くのです。なんという偽善でしょう。私たちは若者たちがこのような種類の生き方に反抗しているのを見てきました。ハワイ島では2000人もの若者たちが反抗していました。その中の幾人かにミニストリーをする特権が与えられ、かなりの人数がキリストに立ち返りました。彼らは他のことは全て試してみたのです。でも彼らはなぜ自分たちの両親が教会のメンバーなのに家庭でキリストに出会うことがなかったのでしょう。彼らは自分たちの家庭や教会に何かが根本的に欠けていることに気づきました。彼らは偽善と道徳家や人道主義者の人生の虚しさを見てきたのです。私は不信心な無神論者に福音を伝える方が偽善的な教会出席者にそうするよりも簡単だと信じています。不信心な無神論者は初めて福音を聞いた時に応答するかもしれませんが、偽善的な教会出席者は福音を何度も何度も聞いていて、福音に対して頑なになっているのです。本当に悲劇です。